今日はジャーナリスト青木治さんのコラムです。はい、今日のですね、朝日新聞に、私の視点っていうオピニオンのコーナーにですね、はい、成城大学の先生、僕も若干知ってるんですけど、指宿誠教授、刑事訴訟法がご専門の指宿先生の私の視点っていう文章が出てて非常に興味深かったというかですね、はい、参考になるのでちょっと紹介したいなと思ってるんですけれども、今年の3月13日ですね、東京高裁が袴田巌さんの再審請求を認めてこれが確定したと。まあこれ静岡地裁で再審公判が、始まるんですけれども、うん、この指宿先生が指摘されてるのはなかなか眼蓄があってですね、こうおっしゃってるんですね、どの国であっても誤判は免れることはできない、うん、神ならぬ人間の判断であって誤りはやっぱり避けられない、まあ当たり前ですよね、うん、そのために、三審制が敷かれて再審制度という見直しの制度もあるんだと、で袴田事件は死刑相当事件という重大事件ですら、その裁判ですら誤りが起きたと書いた上で、これはその今の司法制度の不完全さを表していると。だから正当的な欠陥は明らかだから改善が必要じゃないかと指宿さんおっしゃってるんですね。で3点指摘してるんです、これ実は僕がこの番組で指摘したことも含まれているので、ちょっとそれと重なるんですけれども、第1、誤判救済の制度の改善だと。2014年に静岡地裁が出した再審開始決定から今回の東京高裁の決定までに9年も要したと。これは検察側が異議申し立てをして、最高裁が差し戻した後も検察側による実験の結果を待たなければならなかったからだと。ここなんですけれども、他の先進国では再審請求に検察がこれほど異議を申し立てたりはできないと。だからやっぱりこれ、要するに僕前に指摘しましたけれど、疑わしきは被告人の利益にという刑事司法の大原則にも、に鑑みれば、要するに、一回再審 決定が出てるっていうことはね、で、それに対して検察が抗告をして、また取り消されちゃうっていうのを繰り返したんだけれども、裁判体一つでも疑わしいでしょっていうふうに言ってるわけだから、もうその時点で検察がやっぱり抗告をするような制度っていうのはやめたらいいんじゃないかと、そこまで指宿先生書いてないんですけれど、僕はそう思うんだよね。でもう一つ第2がね、誤判原因の究明だって、これ僕なるほどなと思ったんですけれども、指宿先生こう書いてるんだ。この国では誤った裁判の原因を公的に公に調査した経験がないと。不祥事が起きた企業や自治体では第三者による調査委員会が設けられ、再発防止策の提言などがなされ、改革目標が定められるのが当然だと、司法制度だけがそうした仕組みを持たないのは刑罰権を預かる権力機構として無責任という他はないと、確かにそうですよね。強すぎるしね。そうだから冤罪でいうミスを犯したんだったら、もちろん人間は過ちを犯すんだけれども、なぜそういう過ちが出たのか、誤判原因をきちんと究明しなくちゃいけないというのは、確かにこれ指宿先生のおっしゃる通りだなと。警察側の得た情報っていうのを、なんていうの、容疑者になってる側の弁護士とかに渡らないんだけど、そういう、その証拠の開示の問題も、これも僕、何度かここですけれども、つまり、丸井さん言ってる通り、警察とか検察とかが、強権を使って集めた証拠、っていうのは、あるいは証言、っていうのは、これ本来、我々の税金でやってるわけだから、その市民、国民の全員の共有財産なんだけれども、裁判になると、こいつは有罪だっていう証拠だけを、その裁判に、その捜査機関を検察は提出して、もしかしたらこの人その冤罪じゃないのっていうような証拠は隠されちゃって出てこない、けどそれはおかしいよね、だって本当に罪があったかなかったかがもともと一番大事なことなんだから、そうなんですよ。だからそういうなんか証拠制度の問題もあるんですけれども、それは室井さんのおっしゃる通りなんですよね。で指宿先生が言っている第三の、が誤判対策、誤った裁判を出さないための対策の推進が必要だと、捜査に関する独立した監督機関と鑑定を行う中立の専門機関が必要じゃないかと、袴田事件で起きたとされる捜査の不正、これ、その証拠の捏造とまで裁判は言ったんですけれども、これがもっと早い段階で暴かれて、犯行時の着衣とされていた衣類の鑑定などが迅速に実施されていれば、これほど時間を要することはなかったはずだ、っていうと、やっぱり捜査に関する独立した監督機関と鑑定を行う中立の専門機関の創設でも必要じゃないかっていう、だからこの3点を、今日の朝日新聞の私の視点で、指宿成城大教授が指摘していて、なるほどなとやっぱり思うんですよね。つまり整理すると、検察が抗告するような制度の問題点、それはやめた方がいいんじゃないかっていうのと、それから誤判、つまり冤罪が発覚したらその原因ちゃんと究明しようよと、でそれからもう一つは捜査に関するきちんとした監督機関みたいなものが必要じゃないかと、から室井さんが言う通り、証拠はきちんとその全量をこの裁判に示すっていうような制度も入れなくちゃいけないっていうのが指宿先生の指摘なんで、僕今日もう一つここにこの加えて第4の視点を申し上げたいんですけれど、もう一つはね、死刑制度の利用の見直し、つまりこれ、指宿先生がまさに書いている通り、どの国であっても誤判は免れることができない、
で、神ならぬ人間の判断であって、誤りは避けられない。うん、そのために、三審制も置かれて、再審制度という見直しの制度もあるっていうふうにおっしゃってるんだけれども、うん、そうなん、その通りなんですよね。うん、つまり、裁判は人間がやるもので以上、ある以上、うん、間違えることは当然ある、はい。で、そのために間違えたらどうしたらいいかっていうことを、指宿先生提示してされてるんですけども、うん、いずれもその通りだと思うんだけれども、うん、さらに言えば、死刑っていう刑罰は、うん、まあ、他の刑罰も、誤った判決出したら冤罪って取り返しつかないんですけれども、うん、その奪われた時間だったりとか人生だったりとかの取り返しはつかないんだけど、うん、死刑っていう制度ってこれ執行しちゃったら、うん、もう生命が奪われちゃうわけですよね、うん、なのでやっぱり死刑制度っていうものをきちんと見直すべきじゃないか、うん、これまあこの番組でも僕何度か言ってきましたけれど、うん、世界では7割くらいのもう国が死刑制度を廃止、うん、あるいは事実上廃止していて、うん、まあ国家、うん、人を殺しちゃいけないっていう法規範を国民にその負わせている国家が人を殺していいのかと、まあ戦争もそうなんですけれども、うん、っていう根源的な問題もあるんですけれども、うん、やっぱり冤罪の可能性が避けられない以上、うん、やっぱり死刑っていう制度、取り返しがつかない制度は、うん、やっぱりやめるべきじゃないかっていう、うんうん、国際的なトレンドに乗っ取るべきだろうなという、ね、冤罪もすごく恐ろしいけれども、それとやっぱりなんていうのかな、今さ、その自分で死にきれないから、うん、その、うん、誰かを殺して死刑になりたいとかっていう人もいたりするじゃない、うん、やっぱりね、一番なんかその辛いっていうの、罪を犯した人の辛さって、その自分の罪と向き合うことだと思うから、うんうん、私はね、ずっと入れとくっていうのもありだと思うよ。うん。終身刑っていう制度を導入する代わりに死刑を廃止したらどうだっていうふうにおっしゃっている、その、弁護士さんのグループなんかもいて、うん、しかし、終身刑絶対出られないっていうのは、またこれも非人道的じゃないかっていう人もいたりとかはするんですけれども、ただ僕も、室井さん言う通り、命を奪うっていうことの、うん、こう取り返しのつかなさってことに比べればまだマシじゃないかっていう気もするし、うんうん、だからこの国はこの袴田事件もそうですけれども、うん、その戦後もすでにこの袴田事件で5件目なんですね。死刑で冤罪だった、死刑判決が出て冤罪だったっていうのはもう5件目で、うんうん、で僕が取材した中でも、まあ、飯塚事件っていう事件なんかは、はい、うん、これ冤罪だったんじゃないのというのに、もう死刑が執行されちゃった事件もあるんですよね、はい、うん、なのでやっぱりちょっと重いテーマですけれども、うん、この死刑制度のありようってものを見直す、うん、一方でね、その被害者のご遺族なんかはやっぱり許せないっていう人たちもいるんだけれども、うん、そういう人たちに対してはやっぱり誰でも犯罪の被害者になりうる、あるいは誰でも犯罪の被害者の遺族になりうるってことを考えれば、うん、そういう人たちにきちんとまあ、金銭的だったり社会的だったりとかの援助をしつつ、一方でやっぱり死刑っていう制度を根本的に見直す、世界の潮流にちゃんとついていけるようにするっていうべきじゃないのかなっていうあたりを、今日のこの朝日の指宿さんの、指宿成城大教授の私の視点を見て、僕なりにもう一つ付け加えるとすればそこかなという気はしたんですけどね。世界の先進国でこの死刑制度があるのは、日本とアメリカの一部の州だけですよね。だけですね。うん、そうですね、はい、国レベルで持ってるのは日本だけということですね。はい、はい、分かりました。青木治さんでした。来週月曜日のこの時間は経済アナリストの森永卓郎さんご登場です。大竹、それでは死刑の判子をした時だけニュースと去年発言して死人になった話、法務大臣についての質疑をリピート配信しますね。鎌田さゆりくん、質疑をさせていただきます。大臣、もう何度も何度も今回の件に対して謝罪は聞きました、釈明もたくさん聞きました。どうか私の与えられた質疑の時間では謝罪も釈明も一切いりません。私は事実かどうかを確認すること、それから大臣の今の意思を確認をさせていただきますので、もう謝罪釈明はなしでご答弁をいただきたいと思います。経緯の中で大臣は今問題になっている発言について当初は撤回をされませんでした。途中から撤回すると変わりました。何がきっかけ、変更するきっかけ、動機になったんでしょうか。当初の前段の部分、特に死刑を例示に挙げた部分については、私自身は当初から対応するつもりでございました。ただ当日ですね、参議院の委員会が開かれるというようなことも決まっておりまして、そこの場で与党質疑の場でもこの件について質疑がされるということでございましたので、記者のぶら下がりの段階では今のところは撤回しないよと申し上げたんですが、その時には委員会の場では国民の代表者の前で謝罪の上撤回をしたいという意思は固めておりました。また講談の部分
これは実は昨日の委員会でも前段、いわゆる票と金という部分ですが、これについては案的に国士としての法務省の仕事を申し上げたので撤回しないというふうに申し上げたんですけれども、その後の各種の質疑を聞いておりまして、もうそこの点について言い訳的な答弁をすることもやはり誤解を呼ぶことにもなりますし、極めて正確に取られる表現であったというふうに私も思うに至りました。そこで講談の部分については本日私の発言としてですね、謝罪の上撤回をさせていただいたと、そういう流れでございます。鎌田さゆり君、はい、今大臣当初から撤回をするつもりであったということを述べられました。それはこれまで私たちには伝わってきていない事実であって、そこは明らかになったのかなと思います。当初から撤回するつもりがあった、そして今このここに至って今朝の閣議、それに対して岸田首相はなおさらに丁寧な説明をするようにというその言葉でとどまっているんでしょうか。説明責任を徹底的に果たすように、この徹底的にということが非常に幅広い意味を持つんだろうというふうに思います。大臣、発言以来ですね、ネット上では死刑のハンコというワードがトレンド入りをしたことが一時期ありました。大臣覚えてますか。昨年の総選挙の後、私が16年7ヶ月ぶりに法務委員会に戻ることだけを目指して17年近く時間かけてこの委員会に戻ってきて、その時大臣はこちらの席で筆頭理事でいらっしゃった。10月31日のその選挙の後、国会に来たらデスクの上に3名の方の死刑執行紙1枚が置いてあって、そのうち2名は再審請求中だった。そのことを前法務大臣に、私はなんで再審請求している人を死刑にしたんだと尋ねました。そのくらい私は日本の死刑制度についてもっと考えなくちゃいけない、そういう思いを持って法務委員会を目指してきた人間なんですよ。ですから今回大臣が死刑のハンコという言葉を使ってスピーチのどこからどう見てもどこからどう聞いてもスピーチのつかみ受け、これを狙うかのように使っているということに私は驚愕したし、残念などということを通り越してショックでした。この死刑のハンコという言葉がトレンド入りをしているということは大臣ご承知ですか。もしかしたら知らないままでいらっしゃいましたか。率直に申し上げて、インターネットサーチサーフィンというんですか、それをするほどの時間的余裕がございませんでしたので、トレンド入りしました、死刑のハンコという言葉が。ですが私たちは法務省に死刑制度の流れ、実際に執行されるまでの流れというものを情報公開を求めても、昨年の法務委員会でも私情報を出してくれと申しましたが、前法務大臣の古川大臣は出せません。ですが元刑務官、元死刑執行に携わった方々はこれを記録に残さなければならないということで、さまざまな書物に書籍として記録として残していらっしゃいます。だから法務省が情報を出さなくても、我々は死刑執行というものがどのように行われていくのかということを全体ではなくても知ることはできます。その死刑というものを私たち国民が果たしてどれだけどのくらい知ってるだろうかと、ほとんどの方がわからない。実際にどんな流れでどんなに多くの人が関わってどんなに重い責任を負ってこの死刑執行ということに流れていくのか、ほとんどの人が知りません。ですが大臣の死刑のハンコという発言でもって、本来あるべき死刑制度を国民全体で考えなくちゃいけないことが全く違うきっかけでもって世の中に伝わった、流布されたということはとっても残念です。ここからはですね、今大臣は法務大臣でいらっしゃいますから、大臣の立場としてお答えは控えなければならないということを私が尋ねましたら、それはどうぞご遠慮なくお答えを控えてください。伺っていきます。死刑執行の手続きです。死刑の執行は法務大臣の命令によると刑訴法で定められています。ご存知の通り、高検は死刑執行命令について法務大臣の判断を仰ぐという文書を確定記録とともに法務省に送らねばなりません。その際、複数の法務省幹部や OB の方々の証言の記録に基づいて私たちが知ることができるのは、死刑執行について検討する法務省の刑事局には確定記録だけではなく、裁判に証拠として提出されなかった供述調書などの捜査資料も高検から届けられることになっています。
捜査機関が事件を立件するために集めたすべての記録が集まることになります。記録は10センチほどの厚さごとに紐で閉じられて、一つの事件で200冊から300冊に及ぶことも珍しくありません。このことは大臣ご承知ですか？私も、決裁に関与したことがございます。それで何百冊になるのかということについては、私詳しくは知らないんですが、私のところに説明に来る資料、これだけでもそんなに一瞬で判断できるものではなくて、相当厚いものが来て、それがエッセンスですということで説明があります。ですから相当な資料が基礎として、それよりもより多いたくさんの資料があるんだろうというふうなことは私も認識をしています。鎌田さゆり君、携われたことがあるからこそご存知のことを精一杯話してくださったんだと思いますが、記録を最初に読むのは刑事局好きの方々、総務課、国際課、公安課、刑事局内にあるすべての課の局好きに機械的に割り振られていき、ある法務省の幹部はこう話しています。局好きは法務省各局で事務的な作業を担う若手の検事や裁判官のポスト、刑事局には現在二十数人が配置されている。冤罪の恐れが絶対にないことを大臣に報告するために我々は仕事をしているという証言記録もございます。局好きの人たちは法務省の12階13階にある各課の大部屋に自分の机を持っていますけれども、この死刑に関する仕事だけは他の職員の目に触れないように夜間や休日に記録の保管をしてある部屋にこもって作業を行うことが多い。誰の執行が近づいているのか万が一にも漏れてはならない。別の幹部は検討作業の詳細を局内でも伏せる。その理由は絶対に漏れてはいけない。それだけ重い責務と使命を担って一人の人間を死刑の刑が確定したからといって国家が国が殺すわけですから、だからこんなにも重い仕事を責任を持って担っているわけです。今回の大臣の発言は全国にある拘置所で確定囚と向き合っている刑務官、それからあなたの後ろに座っていらっしゃる秘書官の皆さんはじめ法務省のすべての皆さんをその仕事を評価をするのではなく、あなたの軽んじた発言で違う方向に向いてしまったんです。私は昨夜眠れませんでした。大臣、あなたに国会議員を辞めろだなんてそんなことは言いません。でも大臣の職に居続けるべきではない、そのように私は考えて今この場に立っています。そして率直にその気持ちをあなたにお伝えしています。大臣は自ら法務大臣の職を辞するという気持ちは今も持ってないのでしょうか？死刑の判断、これについて、具体的なことをこちら私としてコメントすることはない、なかなか差し控えたいんですが、私自身もその判断には極めて慎重で、また極めて保秘といいますか秘密の保持、これにも慎重な、ものすごく、私も関与いたしましたが負担の大きい作業であるということは十分に認識でしているつもりです。その上で私が不適当な令示、死刑の判断に関することではないとしても、死刑という言葉、これを令示として用いたということが非常に職員にも不愉快な思いをさせている、このことはそう思います。ですからその思いを、使命感と、それから誇り、さらにはやる気に変えるように、私自身しっかりと仕事をすることで職員に対応していかなければいけないし、また国民にも対応していかなければいけないと思います。つまり今現在自ら辞任するという気持ちはないということですね？元より、私 の, 任免権者、総理でございますけれども、私はしっかりと説明責任を徹底的に果たして、しかもその至らなさを反省して、慎重にかつ徹底的な説明責任を果たしていく、そしてその上で信頼の回復と、また士気の高揚に、これに努めていく、これが今私のできることだと思っています。鎌田さゆり君、信頼の回復は今ここでできる限り早く、一旦話した人は自ら潔く職を辞すと、それの方が信頼の回復を早く進められる、そして
葉梨代議士という私は尊敬してますよ。あなたがまた再び法務行政の中で再起をしていくのには大変おこがましい言い方かもしれないけれども潔く早くこの職を辞す、それだと私は思います。徹底的に説明責任を果たすということで、私は個人的には説明責任はもう言い尽くされているところがあると私は個人的には感じています。それぞれ議員は受け取り方が違うと思います。毎日毎日謝罪です。毎日毎日釈明です。そして今後は責務を全うしていきたいと。でもこれを続ければ続けるほど国民は葉梨法務大臣がどのようなスピーチを行ったのか、死刑制度に対して、今死刑確定されている死刑囚に対して、その家族に対して、弁護人に対して、死刑執行に関わる法務省の職員すべての人間に対して、どん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 その傷を、あなたが大臣で居続けて謝罪と釈明を続けていく限り、その傷はもっともっと深くなっていくんですよ。だから私は先ほど来早く辞任をすべきだと、そんな物言いかもしれない、それを分かった上で私は申し上げてるんです。死刑についての書物はたくさん出ています。大臣もたくさん読まれていると思います。私は大臣の先輩に当たられる警察庁 OB の亀井静香先生、そして平沢勝栄先生の元で死刑廃止議連に入って、今は死刑制度を考える議員連盟に入って多くの方と議論しています。賛成の方の議論も聞いてます。ですけれども、議論はいっぱいしなくちゃいけないけど、死刑制度の死刑執行の現場で行われている事実は一つなんです。とある拘置所では男性で65キロぐらい、死亡を確定するまで20分くらいかかる、ブランブランとぶら下がった手と足、人間というよりは五体が垂れ下がっただけに見える、すでに物になっている、口から黄色い吐しゃ物が押し出される、これも断続的に顎を伝って胸を汚していく、顔色が蒼白になり死人の色になった、痙攣がなくなった。そこでおもむろに医官が聴診器を胸に当てて、同時に脈を取って、脈がなくなって、でも心臓は動いている。一人の男性が死刑執行されて死ぬまで目をそらさずにじっと見ている人間が十数人います。これが死刑執行の現場事実で、これは死刑を残すべきだ、廃止すべきだ、議論に関わらず共通している事実なんです。私の質疑時間は終わりました。死刑というものをスピーチのつかみ、冒頭に使い、そして法務行政の下で働いている方々の心をえぐり、きっと大臣のご家族も今どんだけ辛い思いをしているかと思うと、私は最後に再び問います。大臣、ここで潔く一刻も早く法務行政の信頼を取り戻すために、一回ここで大臣を辞職すべきだと思います。その答弁を求めて質問を終わります。葉梨法務大臣、いろいろな思いを汲み取って、家族もいます、さらにはいろいろな意見も本当に私のところにも寄せられています。汲み取りながら仕事をしていかなければいけないと思ってます。終わります。さゆり君、鎌田君。立憲民主党無所属会派の鎌田さゆりでございます。冒頭、私からもウクライナの人々に一日も早く平和な日々が戻ることを祈り、そしてロシア軍の一刻も早い撤兵を強く要求、発言をさせていただきます。人権と人権は常にぶつかり合います。その時にどちらが上回るかといえば、基準となるのは公共の福祉です。ですので、私は法務省こそが洞察力を深めて深めて、めくってめくって物事を見る洞察を極めていただきたい、そのような願いを込めて今哲学をお伺いをしたところであります。次にですね、大臣につかれておよそ2ヶ月の時、12月21日3名の死刑が執行されました。大臣署名をなさったのは何月何日でしょうか。京都コングレス、それから東京のオリパラ、これが終わっての執行に私は正直衝撃を受けました。伺います。古川法務大臣。私が執行命令書に署名をいたしましたのは昨年の12月17日であります。鎌田君。大臣、3名のうち2名は再審請求中でした。ご存知でしょうか。古川法務大臣である私からお答えすることは差し控えます。
執行された3名のうち2名は再審請求中でありました。大臣、誤判や冤罪の可能性を審査する機会を奪って憲法32条の裁判を受ける権利、憲法31条適正手続き保障に違反していると断ぜざるを得ないことを指摘をしました上で、死刑制度の犯罪抑止効果、執行の選定基準とプロセスなどなど、国民に、国会に、そしてこの法務委員会に根拠となる情報を開示すべきだと考えます。死刑の犯罪抑止力をですね、科学的統計的に証明するということは困難であるというふうに思っております。しかしですね、一般にこの刑罰というものは、犯罪に対する抑止力を有するものと一般的に認識をされておりますし、死刑もまた同様でありまして、またこれまでですね、政府が行った死刑制度に関する世論調査におきましても、死刑がなくなった場合凶悪な犯罪が増えるという意見と増えないという意見がありますが、あなたはどのようにお考えになりますかというこの問いの問いに対してですね、増えると回答したものがいずれも過半数を占めているということなどですね、死刑が犯罪に対する抑止力を有することが広く認識されていると、社会において認識されているということも、これは死刑が抑止力を有することの表れであろうというふうに考えております。でお尋ねのこの執行対象の選定基準、選定プロセスということでございますけれども、それを公開するべきではないかということでございますが、個々の死刑判決、ごめんなさい、個々の死刑執行の判断に関する事項につきましては、死刑の執行を立つ立場にある死刑確定者の心情の安定を害する恐れがあるなどですね、の理由から公表を差し控えることが相当であると考えているところです。日弁連等々しかるべき機関からは、この死刑制度の犯罪抑止効果、執行の選定基準とプロセスなどなどですね、公開するようにその要望は再三出されているはずです。私は今の大臣のご答弁ございましたけれども、委員長、ただいま質疑をいたしました、求めました根拠情報をこの委員会に開示していただくように求めたいと思います。五国理事会にて協議いたします。鎌田君。大臣の所信ではですね、大変大切で寛容と、おこがましいんですけれど不遜ですが、評価をできる文言が列挙されています。他者を尊重、共に生きる社会との絆、誰もが幸せを享受できる社会、どれも耳に聞こえのいい文言です。ですが私には絆という偏った美化をしてしまう恐れのあるキーワードにちょっと無理やりつなげられているようで、この絆にマッチできない個性を排除することにつながらないか、正直ドキッとしながらお聞きをいたしました。人間はいつもいつまでも強く生きられる生き物ではありません。過ちを犯してしまう生き物でもあります。さらに日本の現状は他国の労働力に頼らざるを得ない実態があります。そこで伺います。初心はじめには明記されていない大切な文言を、これまた不遜ですが指摘をさせていただきます。それは多様性のキーワードです。多様という文字が確認できましたのは、罪を犯した若者の立ち直りを支えるための多様な教育の箇所一つのみ、もちろん法テラスを様々に支援するという表記はございました。しかしこの最初の冒頭の大臣の所信のところにはございませんでした。今国内には LGBTQ をはじめとして多様な個性を持って生きて暮らしている方々が